どうもカモネさん、はじめまして。 MBTL 楽しくやらせてもらっております。突然ですが、メルブラ公式のホームページにシステムやキャラの技表などを載せていないのはなぜか意図があるのでしょうか。攻略サイトとかはあるのですが、根っからの明け勢のためインストカードのようなシステムのボタンが載っているものに見慣れすぎて、自分の中ではあれが一番見やすかったりします。最近雑誌にメルブラのシステムや技表を載っているものがあれば教えてもらいたかったりします。もしくは公式でも今後公開する予定があったりするのでしょうか。確かにこれどうなんですか、ディライトワークスさん。ここで聞いてもしょうがないんだけど、確かにな、技表欲しいな、公式ページにね。出してほしいわ。出して。技表と、まあでもね、難しいよな。結構その、まあ真面目な話をすると、キャラゲーだとさ、そのなんだろう、技表ってあんまないんだよ。ないんだよ、実際。例えば、最近出たゲームだと、あの、鬼を滅する刃となるゲーム最近出たじゃん？鬼を滅する刃となるゲーム最近出たじゃん？あのゲームさ、技表ないんだよね。その公式ページに。っていう感じで、ターゲットがをどこにするかみたいな話だと思うんだよな、実際。何のゲームやろうな。いや、だからその技表が大事なゲームとさ、そうでないゲームあるじゃん。水車、滝壺。あのゲームとかは確かに出てないはず。前見た時は確か出てなかった。で、だけど、あれはそんなに大事じゃないから、技表が。多分ね。多分出してないのかなって思う。で、その、あんまりその、なんだろうな、初心者向けのゲームだよって言うとあれなんだけど、その、格ゲー初心者でもできますよ、みたいな、その、売り方をするときに、公式ページ見に行ったら、バチクソに、波動竜巻昇竜、下下、みたいなコマンドがずらって並んでると、うわっ、わわわってなっちゃうじゃん。ちいかわみたいになっちゃう。うわっ、初心者向けって言ったのに、昇竜コマンドがある。泣いちゃったみたいになっちゃうじゃん。だから、多分ね、その辺を考慮したんじゃないかなって一瞬俺は思ったね。わかんないけど。そういえば、ちいかわ、今度アニメ化するってね。公式ページ見に行ったら、バチクソにアップデート載ってるから泣かない？確かに。確かにそうか。じゃあ、今後は載せてくれるのかもしんね。今後は載せてくれるのかも。まあ、ちょっと、伝えてはおきます。個人的にはコマンドリストあった方が嬉しいし、多分ね、何よりも、読み方を知りたいっていう人が多いと思うんだ、このゲーム。何よりも。まずね。じゃあ、メルティブラとタイプルミナー、技名わかんない問題。あるじゃん。みんなわかる技名、ちなみに。みんなわかる？みんなじゃあ、言ってって。まあ、アルクエイドはいいじゃん。邪魔よ。何やってるの？これひらがなだからね。いいじゃん。邪魔よ。終わり沈め。もう簡単じゃん。来ましたよ、なんかいきなり。漢字のやつ来たじゃん。これみんなわかる？さすがにわかるよね。雷撃臭。違う。AD はね、メルティーブラッドなんですよ。つた。違う。ラストアークだから。まあ、とりあえず、例えばラストアーク、これは空想具現か、自称収納ですよね。まあ。ここは普通です。普通です。自称収納。なんだけど、時々ね、わからんやつが多分出てくるのよ。まあ、黒剣投げとかね。この辺はいいじゃん。黒剣断罪。第3部。第3部ね、わかんないですね。2節、3節、7節。1、2、3。
これ新しいやつな。第七聖典。何これ。断罪師。断罪師ですね。断罪師。断罪師に天罰師です。断罪師に天罰師。とかで、多分ね、ちょっとわかんないやつがね、いくつかあるのよ。多分。車輪、描く、幽霊、くじくみたいな。わかんないじゃん。まあこの辺は普通に漢字だけど、確約です、確約。確約車輪、月に描く、確約幽霊、獣をくじく、なんですよ。まあ、車輪、月、幽霊、幽霊って多分言ってる人あんまりいないかな。くじ、獣とかしか言わないですよね。まあ読めない。わかる。これなんだっけ？これなんだっけ？ほおずきかつら。いや、なんだっけって出てきちゃうんだよね、やっぱりな。むずいんだよな。楓ではないんだよな。まあ、石州折り紙。これ確か昔と同じだよね。石州編成、日野和地とかでしょ、まあ、誕生編、風雲編、基本編、風雲編、あとは普通だよな。四季な。四季な、これな。何みたいな。秒で分かんなくなるよね。秒で分かんない。千歳一陣。これ一陣なんですよね。波動昇竜竜巻。すら。終わってますね、これね。一陣、陸魚、二折り。まあ、陸魚、一陣、陸魚、二折り。八千。八千。七夜八天章、教会を見る、最小十七分割かな。最小十七分割。大切り。そうそう、切り札その一じゃないのよ、今回。もう、塔の式、切り札の時代は終わった。だから技名変わってんだ、こいつ。彼ね、結構成長した。ルビ振ってくれよ。そう、多分そうなるから、ちょっと俺も今思ってた。今言っててちょっと分かんなくねみたいな。分かんなくねって気がしてる。岸間高馬とかはね、いつも通りなんだよな。昔と変わらん。三条絵、二条水、八海、兜神、二条水、かな。で、八海、雲水、縁絵権上、赤いじゃない、独角円絵根性、独角円部円上、山判決。ね、これは、ほとんど変わってないと思う、多分。昔と同じ。ルビ振ってる女、おった。ルビ振ってるやつおった。これでヘビーパニッシュとは読まないよ。これでヘビーパニッシュとは呼ばねえんだよな。さすがにじゃん、これ。これね、何一つとしてそうは読まないんだよな。ハイドいた？余罪追求でランページシスターなの、かなり面白いんだよな。ノエルね、ちょっとわかんないですよね。でも、ドヤナリア三角聖堂って俺結構好きだな。ドヤナリアって何みたいな。ドヤナリアって何みたいな感じがね、すげえ好きだわ、これ。ドヤドヤ制度。五感がいい、それな。声に出して読みたい技名。アルハンゲリ君ね、これかなりね、癖があるよね。まあ、普通に、炎病、氷記憶、ブーリアチーグル、キロ病、キロ記憶、で、ブリアドラコーンかな。で、競争灼熱、深層北海、ジャブオールコピオですね。炎の時は病気で、氷の時は記憶って覚えておくと、大体いけます。大体いける。
これわかんねえんだよな。結構ね、技名はね、こうやって見るとね、面白いっすよ。春来、将来、来信、確約鬼火かな、かな、なんかある他に。あ、これか。来信見切り。天の蓬莱、空洞航路かな、17転生。確かにね、なんか今自分で今言ってて思ったけど、やっぱルビーいるような気がしてきたね、このゲームね。読めない。おっと、優しいやつおった、優しいやつおった、すげえな。超新中、連艦隊、戦士歩、新客、ご経験、千秋楽。優しい。漢字読めないキッズに優しい。でもなんか、ね、途端にね、途端に漢字になるんですよ。後半、途端に漢字になる女。どうして？究極奥義。究極奥義はまあ究極奥義なんだよな。絶技、絶技来局、安本剣。安本剣。安本剣結構草だな。まあ、急に IQ が上がる女ですね。まあ、翡翠ちゃんは普通ですね。そんなに難しいのってなさそうな気がするけど、なんかあったっけ？暗黒翡翠剣、塔の結晶と、社門切り細工。まあ、普通ですかね。まあ、大体結構あの、技名を言ってくれてるからね、この辺は。ギガメイドインパクトでも、なんか五宝士水晶派でも、なんだっけ、なんでもいいんだけど。琥珀、まあそうですね、琥珀は普通に、普通か、なんかおかしいのある。抜刀、秘密の技物、ちゃぶ台返し、あ、これか、海田工人、海田工人琥珀客、抜刀奥義、これなんだっけ、画商ほうき星か、画商ほうき星、四季様守りたい、四季様守りたい。これカタカナですね、こいつね。カタカナはもうなんもない、交代、交代ですね。カタカナですね、カタカナなんだけど、カタカナなんだけど、これネタバレではないんだけどさ、なんつーの、なんだろう、これストライクエアの方がいいんじゃねえか。これストライ、これ漢字なのおかしくねえか、今思ったけど。これストライクエアじゃねえか。なんでこれだけ漢字になってんだっけ。まあいいか、間違いではない、間違いではないです。ここにも漢字あるからね。EX 以上だとね、漢字になる。エクスカリバー、アバロン、ね。これね、これわかんないよね。これノーヒントだわ。ごめん、これノーヒントだな。じゃあ、これは、なんだろう、クイズということで一つ。これ、多分わかんないんで。そのうちきっと公式に載るだろうということで、クイズにしておきます。エクスカリバーなんちゃらなんですよ。エクスカリバーなんちゃら。ソードダンスではないんだよな。ソードダンスはね、相当面白いんだけど、違うんですよ。すっごいエクスカリバー。まあ確かに、おおむね間違ってはいいね。まあという感じで。難しい漢字が多いゲームですね。その調子で。ごっついエクスカリバーじゃー。はい、という感じで、お便りいただきありがとうございます。現状そのシステムというか技表載ってないんだけど、もしかしたら
載せてくれるかもしれん。で、こう、雑誌とかに載ってるのもね、まだ俺も見たことない。俺が監修してるやつで雑誌で載ってるのは見たことないから、ない気がしますね。はい。お便りいただきありがとうございます。